今回ね、絵を描いてみました。自転車が右に進んでいく。電車がこう左に走っていく。ちょっとね、ホワイトボードの都合で描いてないけど、同じ感覚でこっちにも電車があるんだよね。まず、すれ違った瞬間、このすれ違った電車と次の電車との距離、ここの距離って何が何分で進む距離かって分かります？ヒントは12分間隔でこの電車は運行されてるから、左の電車って右の電車よりも12分早く出発してるんだよね。ってことはこの電車って12分後ここに着くはずなんだよね。ってことはこの長さって電車が12分で進む距離っていうふうに言えるんですね。で、今回この自転車の人がね、右に進むおかげでこの電車とこの人は10分ですれ違うだよね。ってことはじゃあ次すれ違う点ってこの中のどの辺かっていうことです。真ん中より左か右かって言えます？そう、今回実は真ん中より左、実はここを何対何かに分ける点なんですけど、分かりますか？そう、1対5だよね。この電車は12分間でここまで行きます。10分間だったらそれの6分の5だけ行くはずだよね。で、今ここのね、長さは電車が10分で進む距離っていうふうに分かったんですけれども、ここからここは電車が12分で進む距離なんだよね。ってことはここって電車が何分で進む距離でしょう？そう、ここ2分で進む距離ですよね。今この長さを全部電車がっていうので書いてみたんだけれども、今度この長さを自転車がホニャララ分で進む距離っていう風に言ってみたいんだけど、今回この人とこの電車って10分後に出会うじゃない。ここでね、この人ここからここまで進むでしょ？何分間で？そう、10分間でですよね。ってことはこの長さって自転車が10分で進む距離とも言えるんだよね。とするとここからここの長さって電車が2分で進む距離とも言えるし、自転車が10分で進む距離とも言えますよね。この同じ距離、電車だと2分、たった2分で進めたんですけど、自転車だと10分もかかりました。なんでこれ違いがあるか、もちろん速さが違うからですね。電車の方が速いから時間も短く済むんですね。じゃあ速さの比何対何かって分かります？そう、逆比ですよね。5対1、まあ10対2が計算してあげると5対1って分かります。電車と自転車の速さの比が5対1って分かりました。で、今回もう自転車の速さ時速12キロって分かってるんで、電車の速さすぐ出ますね。電車の速さは自転車の5倍なので 12×5 で 60km per hour ってことが分かります。